皆さんこんにちは、ヨンジュです。ナイスよ、ヒヨンです。今日は二人のポーチ交換ということで、タラーン、ポーチを持ってきました。リヨンのファンの子がくれたポーチです。かわいい。それでは始まるよ。よよ、お願いします。かわいい。新作です。ヨンジちゃんが新作を持ってきてくれました。スキンケアくだるで、セロムは그냥スキンケアや。あ、그래서화장전에바르면촉촉하니까。おお、いい感じ。なんかすごいひんやりするじゃん。こんな感じです。ちょちょっけちょっちょちょっちょ、しっとり、すごいしっとりする。なんかベタベタはしないっていうか、귀찮을때이렇게발라요。손에하면은덜위생적이어가지고가끔씩그냥얼굴에。なるほどね。잘스며들어요。응응、すごいしっとりします。てかもちもちの肌。ヒヨンさんがもちもちです。セラブのおかげでもちもちです。次ファンデーションですね。クッションクッションクッションファンデ、こちらです。 CMP 는예전에피부과에서만든화장품인데이미이제드럭스토어에서유명해져가지고クッションファンデと合わせる。顔に優しそうですね。スベ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 なる。じゃあ早速つけていきたいと思います。すごい中身が可愛い。ピンクホール、ピンクホール。이거는그냥이렇게이렇게한번눌러서쓰면은저절로이렇게すごい、마블가저절로이렇게잘섞여요。なるほどね、馴染んでくれるんだ。うわ、見て、すごい、マブル、マブル、これがどんどん馴染んでくってことね。トク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 はみやぬ、자연스럽게。ほんとだ、ネチュラル、ネチュラルミックス。このツヤ感わかります。すごい、めっちゃいいよ。うん、カバー力がめちゃくちゃある。欲しいビオもこれ行った時買います。韓国めんぬ、선물해줄게요。さすがヨンジちゃん、お姉ちゃんだよ。自然にカバーしてくれて、すごい肌綺麗にしてくれてるんです。되게얇게발리는데커버력이높아요。本当にそう、すごい薄く塗られてるけどカバー力が結構いい感じです。これはめっちゃいいですね。ファンデの前にこれを使ったから、なおすごい肌がツヤツヤになった気がする。次、ブラッシャー、ブラッシャー、新色をチーク、ミッフィー、ミッフィー、ミッフィーです。おお、ヨンジュちゃん式。ヨンジュちゃんはチークを塗る時も可愛いですね。これをトク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 、あー馴染む、めっちゃめちゃ可愛い、ね、可愛い。そのヨンジュちゃんが可愛い。すごい発色がいいです。いいです。しかもなんか固まらない、あんまり、ネチュラル、ナチュラルです。おってよ、どうですか。めっちゃ可愛い、めっちゃ綺麗。ヨンジが次、ハウ、これはシェーディングです。チークとお揃い。ヨンジちゃんはリキッドを使うことが多いんですか。아니요、韓国에서는파우더가많아요。あ、そうなんだ。요즘에이런제형도많이신작으로나오고있어요。そうなんだ、新作でリキッド系が結構出てるらしい。すごい。なるほど、ヒヨンさん、これで小顔にしていきたいと思います。スモーチ、すごい伸びるからムラにならない。ネチュラル、うん、ナチュラルセディングです。どうでしょう、あったよ。次、次、眉毛、うん、ヒヨンさん、かわいい、ブラウです。얇아서그리기가쉬워요。確かに、この細い芯、ブラシもついてますね。ブラシ、ヨンジュちゃん、어떤눈썹くれよ。네、저는소프트아치그리는거좋아해요。소프트아치、희영상눈썹처럼그냥눈썹난대로、그러니까어거지로이렇게그리지않고눈썹난대로그리는거。リキッドファンデーションというかクッションまで使った後のこういうのって結構描けなかったりするじゃないですか。でもすごい描ける。ヒヨンは涙袋の線が命ですから、ヨギ、うん、発色がいいから描くときちょっと気をつけなきゃかもですね。あんまり濃くなりすぎないように。はい、こんな感じです。次、あ、ヌン、ヌン、アイシャドウ、うん、ヨンジュちゃんが持ってるコスメがいちいち可愛い。アイホール全体に、わー、キラキラ、キラキラです。めっちゃ綺麗、可愛い。ヒ
영상미아우대그죠그지라메가細かくて大粒でもなく細かすぎずちゃんとキラキラしてくれるから自然に華やかって感じキラ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 次ラインシャドウでアイラインを描くかわいいネチュラルナチュラルネチュラルナチュラルいい感じなんかヨンジちゃんっぽくなった気がするんですけどこのラインの引き方が次めっちゃめっちゃ新作です、うん、嬉しいこんな新作をフィヨンが先に使ってもいいのかかわいいうんあーかわいい、ね、かわいい発色がいいです、うん、いい感じ真っ赤って感じではないですね完成しましたヨンジちゃん顔はい、ということで今回はポーチ交換をしてみましたありがとうございますありがとうございます